いいでしょうか。はい。硬いな。なんか大丈夫ちょっと。急にね。そもそもこう座ってるからね、さっきの話で、はい。いや、もう全然いいんだけど。急にこっちをね。はい。では、本日もご覧いただきましてありがとうございます。ボイストレーナーの千尋です。よろしくお願いします。今日も、ボイストレーナー仲間の由美子さんに来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。はい。はい、よろしくお願いします。はい。ちょっとさっきも話しましたけど、何でしたっけ、癖の取り方。歌の癖の取り方。はい、はい、について癖の取り方ね、はい、いや癖があったってことだよね。そう、10代の時にボイストレーニング、うん、まあ、してまして、はい、で、2人の先生に習ってたんだけど、うんうん、最初の女の人先生に、うん、最初の先生が男性だったんですね。でその先生に習った時に結構当時で言うと愛子さんだったりとか、うん、あと椎名林檎さんとか、はいはい、大好きでよく聞いてたんですね。癖あるねそうそう、まあ、いわゆるその個性的なアーティストさんが結構好きだし、はい、割とこう引っ掛けて歌うというか、しゃくるっていうのか、こう下からね、はいはいはい、どんな感じ歌うとか、どんな感じだろう、どんな感じ、あの椎名林檎さんとかって、そうそう、すごい個性があるじゃないですか。どんな感じですか由美子さん、どんな感じですか。どんな感じですか歌わされるのこれマグネットちょっとやっぱ聞きたいないや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 ダメダメですか両サイドからの圧力がなんか例えばだけど、うん、あのほーさせーみたいな、あーはいはいはい、そうですね、感じですじゃないですか。はい、圧力がすごかった、声の圧力がはい、すごかったです。あ、いいですね。例えばね、はい、例えばですけど、あるある、うん、とか、癖あるよね。そう、あとまあ中島みゆきさんとかも好きなんですけど、うん、なんかもうあの頃って、空と君の間にって家なき子の曲とかが流行ってたんですよ、うん、主題歌が、うん、でそれをモノマネしたりとかしてたから、そうするとやっぱりその原曲のアーティストさんを引きずった感じで歌っちゃうんですよね、うん、つい。あはいはいはい、なんか自分の歌い方とかっていうのが分かんなくなっちゃって、うん、でそれが染みついちゃってたんで、結構何のこう課題曲を歌っても、うん、オリジナルまだ作る前ですね、うん、にカバーを歌おうと思うと、うん、全部なんかその人に似ちゃうっていうのがあったんですよ。イメージついちゃうもんね、なんかその、そのアーティストさんの、うん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 、その曲を歌おうとするとやっぱりこうイメージで湧いてくるのはその人の声だったりするじゃない。それありますね、うん、耳に残るしね、うん、そうですね、うん、それがあったので、例えばあのカーペンターズの曲とかを練習する時も、はい、カーペンターズのカバーをしてる椎名林檎さんのを聴いてたんですよこれ林檎さん大好きだからたくさん出しちゃってるあれなんですけど、はいはいはい、そうそうそう、であの宇多田ヒカルさんと椎名林檎さんが一緒にデュエットで歌ってるバージョンの、うん、I want to rest the wizard you カーペンターズの曲、うんうん、そっちが結構好きで、うん、そうするとそのカーペンターズの曲やるのに、うん、それっぽくなるわけですよ。あ、うん、ね、でそれをやっぱりその先生とかは、うん、あれってカーペンターズの本来の感じとも違う癖がついてるねって言われて、うん、はいはい、まあ、やっぱ分かっちゃうわけじゃないですか先生には。分かりますね、うん、そこをやっぱ取るように、まあ、要は引っ掛けないでシンプルにストレートにもっと歌うようにしなさいっていうことを言われて、あとキャラクターとかもあると思うんですけどね、そのあんまり引っ掛けないで、あのシンプルな感じのがいいっていうふうに言われてたので、うん、はいはいはい、私はね、ああ私のキャラクターに合うというか、うん、という方をやろうとしてたから、だから個性派系ではなかったので、うんうんうん、その10代の時って、はい、どんな感じでした？なんかあの、なんか例えが難しいんですけど、うん、あ、白い洋服を着て、はいはい、であの、はい、髪の毛とかも、はい、今ちょっとこうカラーとかしてるんですけど、もう当時は黒髪で真っ黒で長くてみたいな。それだけイメージすると怖いイメージがあるけどホラーホラーとかですかそっち系じゃなくて、どっちかっていうとあの森の中で、はい、こうファーってしてるみたいな、ね、森の少女の感じですね。森がある？わかんない。わかんないね。お写真見たいです。いや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 、もうちょっと当時のやつは私の中では封印したい。封印した。それは良い思い出としてっていう感じなんですけど、はいはい、そうだったので、あんまりそういう個性的な
歌い方が合わないからっていうことだったと思うんですね。ストレートの方がいいよ、うん、そうだと思います。いわゆる癒し系の音楽とか、はい、そっちだったかな。アイドルっていうとちょっとまた違うのかなと思うんですけど、じゃあなんかさっきも話したけど、うん、糸とか歌ってた、その時も糸は そっちはね、逆に30代とかになってからなんですけど、それもやっぱりみゆきさんが大好きだからそっちのモノマネっぽくなっちゃうので、なのでちょっとキーを高くして、うん、で自分なりに歌うっていうことだったりとかをやりましたね。癖取るのって難しいでしょ。だってそうそうそう、しゃくり癖って俺もあったかな。あったあったあった、ありました、あった。うん、何歌っても、うんうん、しゃく、まあ、わざとしゃくるところももちろんあるけど、しゃくっちゃいけないところでまたしゃくるみたいなことはあったかな。だからしゃくりすぎて本当にしつこい感じの歌になる。わかるわかる。だからこうなんか昔ね、うん、世界が終わるまでだって流行ったじゃない、バンチの、はい、知ってる、わかんないでしょ。いや、わかりますわかります。不動世代だからね、はい、かる。あれとかも癖が強いのよ、あの人も、うんうん、でさらに その歌にさらに俺も癖を乗っけてたから聞きたいですよね。聞きたい聞きたい。だから大都会に僕はもう一人でじゃない、うんうん、だけど大都会にみたいな、はい、ちょっと僕はいわゆるビジュアル、そうですね、全部というかね、そうそう、全部しゃくるしゃくりしゃくりしゃくりっていう感じで歌ったから、うん、大都会に僕はもうここだけしゃくるとかすれば本当は良かったのに、それがなかなかこう癖になりすぎて抜けなかったっていうのはあるかも、うん、自分では気づきにくいっていうのもやっぱありますしね、うん、気づかないんだよね、あれ明らかにそうやってるのに、でいいと思ってやっちゃってるんでね、やってるその時っていうのは。そう、うん、でもそのしゃくりをでも治ったんだよね、それは。そうですね。どうやって治したの、それは。でもそれは本当やっぱり意識して、うん、やっぱ録音したのを聞くっていうのは、うんね、よく言われることだけど、うん、あれはやっぱり効果的ですよね、うん、でどこで私はそんな引っ掛けてるの、しゃくってるのっていうのとかも、うんうんうん、自分ではね歌いながらはあんまり分かってないわけだから、分かんないね、やっぱり聞いて、あここかっていうので、うんうん、あとはその歌い方でシンプルな歌い方をする歌手の方とかもいるじゃないですか、うんうん、そっちを参考にしたりとかしてた、うんうん、ね、ほら好きなのは個性的なのが好きで、はい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 、そっちばっかり聴いちゃってたから、うん、そうなっちゃうっていうのもあったので、うん、それも一つかなって思うのと、あとはその生徒さんとかでもやっぱりいらっしゃるじゃないですか、その癖を取りたい、どうしても似てしまうので、うん、モノマネじゃない感じで歌いたいですっていう方もいる、うん、結構いらっしゃるので、いるいる、うん、その時はさっき言ってたそのキーを変えてやってみるっていうのも一つなのかなって、うん、同じキーでやろうとすると、あ、原曲キーじゃなくて原曲のキーと同じキーでやるとどうしても、うんうんうん、まあそのみゆきさんとかが分かりやすい例かな、中島みゆきさんの曲とかだと、うん、低いので、うん、そのままのキーでやろうとすると、どうしてもやっぱり、うん、そういう風にやりたくなっちゃうんですよね、なんかモノマネしたくなっちゃうんですよね。あ、だからりんごさんのもそう、さっきの椎名りんごさんの曲で、あれを普通に歌ってもなんか楽しくないんだよねみたいな、うん、つまらないんだよねってなっちゃうので、うん、あ、はい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 、だからそこをもし高いのが得意な人とかだったら、うん、高音がね出る人とかだったら少し上げてやってみるとまた全然違うものになるんじゃないかなっていうのとかはあって、うん、まあ、よく徳永英明さんとかカバーされるじゃないですか、うん、しますね、しましたね前。でもね全然原曲機とかとはほらもう全然かけ離れてる、あ、女性の曲とかを徳永さんが歌ったりとかもあるじゃん、っていうアルバムをね、うん、ちょっと前に出してましたね。そうすると、まあ、あの何を歌ってもあれは徳永さんになるっていうのがあるから、そことかはその男性とかだったら、ね、女性の曲でやってみるとか、そういうのが分かりやすいかなと。あ、そうすると、まあ、癖が抜けにくいの、あ、抜けやすくなるのかな、うんうんうん、変な癖が、うんうん、やっぱ元の歌のイメージがないところで歌えるからっていう、そうですね、似たものじゃない風にするっていう、うん、意味ではね、異性の曲をチョイスするっていいかもしれないですね。そうですね、うん、
なんかさっきあのしゃくり癖を直すのにこれがいい、なんだっけ、なんか言ってたやつは、ですね、あの童謡を歌う。あ、そうだ、童謡を歌うだ。そう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 、ね、どうしてもあのもう J-POP の有名な方とか、はい、歌謡曲の有名な方とかだとそもそも、うん、まあ多分ちょっと何でしょう、売れるためのものもあると思うんですけど、うん、個性が強すぎるのと、はい、もうそれを聞いて育ってる時点で、はい、なかなかもう取れないから、はい、もうフラットに歌える、そして何だろう、 歌いやすいっていうところで、うん、童謡とかをもう心機一転で歌ってみると、はい、結構癖取れやすいんじゃないかな。私も、まあ、多分癖なかったわけじゃないんですけど、うんうん、ここ半年ぐらい、こう福祉施設で歌うお仕事があって、それで季節の童謡を、他にも歌うんですけど 3,4 曲必ず歌っていったら、うん、ちょっと癖が取れてきた部分もあったりとか、 あと癖が抜けて歌えるところと、 あえてこの色をつけるために癖をつけるっていうのこう切り替えもできるようになったりとかしてて、やっぱ誰の色もついていない童謡とかってすごくいいんじゃないかなと思います。確かにストレートに歌えるもん ね。あとそのなんだろう、切り替えができる癖が一概に悪いわけではないと思うんですよ。だから癖をつけて歌える、パフォーマンスの一つとして歌えることと、でもつけて歌わないっていうことができる、両方できたらいいんじゃないかなと思います。あの昔あの平井堅さんがあの大きな古時計リリースしたんでしょうね、はい、うん、もともと大きな古時計、古時計平井さんが歌うのとかってちょっと思ったけど、うん、でもあれ聞いたらすごいかっこよかったし、うん、でももともとの知ってる古時計はやっぱストレートな古時計なんだけど、でも平井さんが歌うと、うん、大きなのっぽの古時計みたいな、うん、なんかこうしゃくりがあったりとか、うん、まあ、ピッチベンド的なところがあったりとか、そう、だから癖、ね、そうだね、だから癖もあるし、まあ、ストレートな感じでも歌える曲ではあるよね。ふるさととかも、まあ、結構まっすぐ歌える。あ、そうですね、うさぎを石から、でもあれはしゃくれないか、さすがに。まあ、それをね、頑張ればいけそうですけど、ロックバージョンでやったらどうなんかみたいな。ふるさとしゃくったらどうなるんだね、どうなる。うさぎおいしかの山、まあ、そこはやっぱりしゃくらないでほしいなってなっちゃうね。変になるんだね、もうふるさとじゃないですよ、ね。まあ、でも翼をくださいとかも分かりやすいかも、そうですね、知れないですね、うん、ちょっと童謡とはまたあれだけど、そう、シンプルな曲がやっぱり分かりやすいかな、シンプルな曲。じゃあ、結構あれですね、こう自分の声を録音するのまだ大事でね、録音して聴くっていうのと、異性の曲を、まあ、チョイスしてやってみたりとか、うん、まあ、キーを変えたりとか、ね、キーを変えたりとかね、したりとか、かつ童謡も取り入れるみたいな、で、克服できるんじゃないかっていう感じ。そうですね、でも実際それで克服されてますからね。そうですね、昔とは全然違うと思う歌い方。でもやっぱり多分お二方ともそうだと思うんですけど、レコーディングって多分ね、なんかこうなんかのきっかけでやると思うんですけど、レコーディングって大きくないですか。やっぱピッチに対してすごくシビアになったりとか、あ、ここしゃくってるとか、なんかその音に対してすごいシビアになるじゃないですか、だからなんかこうレコーディングすることによって細かいところまでこう神経がいく、やっぱりこう取り直し取り直し取り直しってやると、こうエンジニアさんにも申し訳ないしっていう気持ちもプレッシャーもありの、その中でやっぱりこう歌を取っていくわけだから、まあ、それも大きいんじゃないですかね。どうですか。そうですね、そうですね。あとやっぱなんだろう、オリジナル曲を歌って、で、まあ、あ、こんな感じなんだ私はと思っても、結局それをピッチ調整される、今のみんなピッチ調整されてると思うんですよ、ピッチ調整されたものを聞くと、あ、なるほどってなりますよね、なんかそれで耳が良くなりますよね、結構。あとはなんかライブとかだと、やっぱりその時の瞬間的なもので、例えばちょっと外れたとしても、いいっていうことだってあるじゃないですか。そっちの方が多いかもしれない、むしろ。ピッチとかね、あんまり気にしないで、ライブの時は歌った方がっていう、伸び伸び、あと、まあ、表現だったりっていうこともあるし、
でもレコーディングってなるとね、いかにこう、なるべくこう正確にっていう風になるから、すごい勉強になるなと思う。でも棒歌いにはしたくないでしょ。でも本当に感情をここにあらずみたいな感じでなりたくないから、そう、いろんなタイプの人いますよね。私そっちタイプかも。あのレコーディングなのにすごい感情表現やっぱ入れたいみたいになっちゃってブレちゃうみたいな。そうなんだ。だから本当に感情入れすぎちゃう。感情の部分と技術的なところのバランスがすごい難しかったりするかもね。ですね。いかにどこまで冷静に歌ってるんだろうなみんなと思います。なんか本当にあんまり機械的すぎてもっていうのもありますもんね。つまんないね、それはね。なるべく機械的にならないように入れるべきところではしゃくったりとかもするしってい いうところが、まあ、自然出てくる感情の中で自然出てくれば一番いいかなっていう、ね、感じがしますけどね。そうですね。面白いお話をいっぱい聞けました。まあ癖を取るのってすごく悩んでる方多いと思いますし、課題として挙げてる人も多いと思うので、これを参考に改善していっていただけたらなと思いますね。はい、はい、では本日はこんな感じで、どうもありがとうございました。ありがとうございました。